カラオケでリバーブを入れてはダメ。カラオケでね、歌を練習するっていうのはとてもいいと思います。で、今の採点システムはとてもレベルが高いので、あのピッチの確認もなります。しかし、これリバーブをね、入れないようにしてください。リバーブ切る迷わず。なぜかというと、リバーブを入れると、なんかうまく歌えてる気がしちゃうんですね。そして、あと、リバーブがこうあんまりでかいと、採点もちゃんとできません。はい。で、プロのね、リハーサルどうしてるかっていうと、プロのリハーサルは一切リバーブ入れないんですよ。みんな素の中で練習します。そして、素の中でもう、直に自分の声に立ち向かってうまく歌えたところで、ライブでリバーブをかけるとめちゃめちゃ良くなります。というので、練習の時にはリバーブを切る。カラオケの練習もリバーブをオフって練習してください。ぜひやってみてください。